どうも、女です。我々家族はですね、今、テスラでですね、北海道に来ております。フェリー乗って、北海道に来て、そこからですね、留守とか行きながらですね、我々の今回の最終目的地はですね、厚沢部町にですね、これから大体1時間ぐらいですね、着く予定でございます。そちらで今回ですね、滞在ということでですね、娘の留学のためですね、どんな感じになるんでしょうか。そこら辺ですね、ちょっとね、お届けできればなというふうに思っております。では、今からですね、安全運転で向かいます。厚沢部町は海に面してない町ですけれども、だんだんこう、ね、近づいていってる感じですけども、この景色すごいですね。トトロっぽいですね。はい、あとでは厚沢部まで17キロということで、もう厚沢部には入ってるみたいですね、一応町には。というので、ひたすらこの山を登って下ってっていうね。車が全く走ってないんですよね。では、あと一踏ん張り。もうはね、厚沢部に降りまして、これからですね、とりあえずはね、住まいのですね、鍵をもらいにですね、道の駅にですね、行く予定でございます。というので、我々2週間ね、このね、大自然の中に住むということで、すごいですね。わあ、大丈夫かって話ですけども、まもなくしたらもうそのね、道の駅に3分 1.9 キロ到着です。セイコーマートありますね。使用者がやってくださいってことは、すごいね、4つもあるやん。急速、普通充電もあるんや。普通充電やってみたいけど、とりあえず急速しよう。それでは到着しました。ちなみに137キロということで、じゃあ充電してみましょう。厚沢部町だから、こういう先進的なところは結構積極的なんですかね。 EV とかね、4つあるって、まあね、なかなかないですよ。それで 200V に関してもアダプター持ってるんでできるはずなんで、まだ実はでも1年半買ってやったことないんですよね。はいはい、危ないよ。はい、じゃあこまめに充電しておきましょう。とりあえずは急速充電。シャッターを、なんとか開きました。もうこっちは蜘蛛の巣も張ってて、あんまり使う人はいないみたいです。中綺麗なんですけどね。あ、始まりましたね。よし、じゃあ今の間にチェックインとご挨拶ですね。はい、じゃあ挨拶いきますよ。こっちこっちですね。ここですね。よし、じゃあします。おお、いろいろいきますね。無事終わりました。こういった食材もいただきまして、もうね、行くということなので、またいつでも充電できると思うんで、ちょっと30分は経ってないんですけど、はい、じゃあ行きましょう。緊張しますね。すごい親切で
ありがたいです。充電は抜けてるよね。よし、じゃあ行きましょう。ここだ。わお、すまい。夜だとここ真っ暗なんで。ああ、そうですね。カエルとかすごいうるさいですよ。ああ、いいですね。あ、お、雲がいるよ。後で遊ぼう。後で。お、めっちゃ大きいね。はい、どうぞ。じゃあ先にどうぞ。あ、ありがとうございます。わあ、すごいね。案内 していただいてですね、我々がですね、2週間お世話になるですね、お部屋、ね、仮住まいもですね、留学先だけではなくてですね、料理していただいてですね、すごくないですか。これ、この家が何個かね、あるような感じなんですけども、この大自然、大自然、はい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 、まあ、いつものようにですね、ルームツアー的なやつもですね、やっていきたいと思います。というわけでじゃあ入ってみましょう。ほわー、いやー、これは憧れですね。開けたらこんなね、まあ、雪かき手みたいなのもあるんですけど、まあ、今の季節はね、雪降ることはないと思うんで、あれですけど、こういった体験もあるできそうでいいですね。開けれるのね、子供用のやつもあるね。でここが20ドアになってるんですね。さすが北海道って感じですね。じゃあここは開けるともうお部屋がという感じなんですけども、ただいま。あー、ただいま、ただいま、ただいま。こちらがですね、家となっておりまして、こちらがですね、今回お世話になる部屋なんですけども、すごくないですか。ここをですね、2週間住んでもいいよということでですね、用意していただいたところでございます。キッチンとかもね、しっかり、ありまして、炊飯器とかもね、だから暮らしがもうね、できるような感じで、Wi-Fi もありますんでね、インターネットももちろんね、できるというので、いろいろ食器なども用意してるんで、まあね、基本的にはだからもう手ぶらで、いろいろ、もう移住、プチ移住できちゃうみたいな、ね、作りになっております。それで、じゃあちょっとどんな眺望になっているのか。これだとね、塀がないので丸見えですけども、まあ、このような感じでございます。そこにもう、ね、移住交流センターみたいなところもあったりするんですけども、はい、このような場所となっております。こちらが洗濯が干したりとか、あ、うん、まあ部屋だけど、ああ多分、ああそうだね、うん、まあ、洗濯干したりとかね、ね、それで今もちゃんとあって、はい、ここでもね、娘は今住んでる家もね、畳がないので、これはいい経験になりますね、うん、それでここで寝るのかと思いきや、またもう一つ部屋があって、ちゃんとベッドもあるんですよね。ここでですね、私たち2週間は寝ることに仲良く家族でね、広々としてていいですね。それで最後は洗面台ですけど、はい、こんな感じで、はい、バスタブありまして綺麗です。はい、洗濯機もあります。それでトイレ、はい、まあ、これに関してはですね、多分わりかし最近建てられたところだと思うんで、すごい綺麗だと思います、うん、では大切に使わさせていただきます。またちょっといろいろいくらかかるのとかね、そういった話もですね、ちょいちょいしていきたいと思います。というのに、ちなみに私の車もですね、そこに、はい、見ることができますので、はい、
とりあえず着いてね、あのゆっくりあのしたいところではあるんですけれども、あの今ですね時間がですね14時あの20分でございまして、そうここでですね、まあ、生活するわけですから、いつものようにねいろいろあのレストランとかね行くのも、まあ、一つの選択肢としてはありだと思うんですけど、やっぱりまあ生活するような感じで行きたいなというところもありますので、冷蔵庫もねもちろんちょっとはいただきましたけれども、もう空っぽなんで、とりあえずはスーパーにあの買い出しにあの行きたいなというふうに思います。もう晩ご飯の時間も間もなくですからね、うん、よしじゃあ行きましょう。スーパーに向かっておりますけれども、あのスーパーに関しては最寄りのところがアッサブ町にはなくてですね、アッサブ町には日曜日やってるところがないのかな、うん、それであの7キロ先のですね、餌というところにですね、あのが大きいちょっと町になっているみたいで、そちらにですね、まあ、買い出しに今からですね、あの行こうかと思います。まあ道の駅でもあるんでね、そこでもいいかもしれないですけど、ちょっとまあなんか調味料とか細かいものということもありますんで、ね、早速なんですけども、ね、アッサブ町を抜けて、あの餌を目指しております。ちなみに函館は1時間ぐらいで行けます。今スーパーを7キロ先まで走らせておるという感じでございます。分店、分店大きいですね。北海道産のものはやっぱり多いですね。すごいキノコの感じだな。ランタンありますね。コストココーナーもありますね。これコストコから仕入れてるとかなんですか。お、ドクターペッパーも安い。まあ、ちょっと我慢しておきましょうか。とかはね、あのあるんですけれども、やっぱりこう店とかがあんまり、まあ、全くないことはないですけども、まあ、あまりないんで、うん、まあ、車はね、やっぱり必須だと思いますし、まあ、あんまりこう、やっぱり大阪とか東京のような感じの生活は送れなさそうですね。もうでも、この景色見とれますね。実はね、今日からね、あの入居されるあの方々ともちょっとお会いして、あの横に車あるんですけれども、1週間とかね、あの我々2週間なんですけども、はい、あのちょっと感じで、まあ、ナンバープレート見るとあれですね、あの函館から多分車を借りてというので、自力で持ってきてる人は少ないみたいですね。まあそっちの方が確かに手軽っちゃ手軽ですね。帰りもありますからね。うん、ということで、あのスーパーから帰ってまいりました。うわーということで、あのママが晩ご飯を作ってくれておりますので、私たちは、ここでちょっと遊んでおきます。いやー気持ちいいですね、本当に。あっち行こうよ、あっちね。うわーすごいですね。ここもなんか建物建てそうな雰囲気がありますね、でも、うん、そんな感じなんでしょうか。うん、だいぶ寒いですね。15時
お、かわいい、ちょうだい、こんな感じでね、あの時間になったら17時が多いような気がしますけど18時なんですね、うん、ということでお昼もね、まあ、ちょっとサイレン的なやつで驚きましたけども、うん、こういったのが結構ね、あったりするんでしょうかね、うん、はい、いや、いいですね、本当にここに2週間テンション上がりますね。どうやって、明日から保育園ですよ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？そんな余裕で。いただきます、うん、地元のカレー、うん、というね、今日は、まあ、日曜日なんでね、明日以降娘も、まあね、保育園に通うということで、不思議な感じですね。なんか違う人の家になんかお邪魔してるような感じがしますね。お食器とかもあるんで、そこら辺本当に助かります。ありがとうございます。で、先ほどアマゾンも届いたんですけど、注文しても、もう別にもう東京とか大阪と変わらずに、まあ次の日っていうか、まあ、2日ぐらいで、うん、届きますね。こういったね、ところで住むっていうのも素敵かもしれないですね。まだまだ分かんないですけど、2週間後は早く買いたいってなってるかもしれないですけど、まあそれも体験です。はい、ではゆっくりいただきます。美味しいです。いただいた納豆もいただきます。タレがない、味は全くないね。おお。あっさっとやつですけど、お休み、お先に、ね、ゆっくり寝て、今日疲れたでしょ、もう眠たいみたいです。じゃあ、お休み、じゃあまた明日。それでは、お風呂に入っております。いやちょっとね、夜は肌の寒くはあるんですけども、いや今はね、まあ、自宅みたいな感じですか、北海道ですからね。すぐ横に温泉もあるんでね、ちょっと1回ぐらい行きたいんですけど、だいたい日帰りで400円とか、旅館で泊まることもできるみたいなんですけどもね、うん、ということでゆっくり、まあ、とりあえずは自宅じゃない、お借りしているお風呂でという感じでございます。もうね、夜になりまして、娘と妻はですね、ちょっと寝ております。ちょっと今回の値段とか、なんかこう申し込んだまあ、経緯とかね、なんかそういったところでちょっとお話ししようかと思ったんですけど、もう私もね、眠くてギリギリの状態です。それはまた明日以降お話ししようかと思いますけども、まあ明日はね、娘が保育園に
まあ、初めて行くということで、いやー大丈夫なのかなって思いますけども、まあ、それはそんなこと思いつつね、ちょっと先ほどね何気なく外出てみたんですカエルの鳴き声って言いますか、先ほどはねもっと鳴いてたんですけど、夜になったら寝るのかな結局、うん、あの先ほどほどなんか大きくないですね。それで星もちらほらって感じですね。まあこんなところにですね、あの私たち家族が住むと2週間お世話になるということで、いやーすごいなって思いますけども、とりあえず寒いんで入りましょう。Wi-Fi もありますし、バッチリパソコンもできますし、そんなねあの環境でございます。ということで、まあ、今日はねもうちょっとゆっくり寝てですね、はい、また明日以降ちょっといろいろ、まあ2週間もあるんで、まだ初日なんでね、うん、まだ私も全然分かってないところもあるんで、皆さんにお伝えできればなというふうに思ってます。では今日はあのゆっくり寝ます。布団もクリーニングしたされたやつをこうねあの用意してくれたりとか、本当にまあ。ひげ剃りとかね、歯磨きとか、そういったあのホテルみたいなアメニティはないですけどね、あのでも本当にすごく快適にそう、ね、あの過ごさせてもらってます。はい、では皆さん、おやすみなさいませ。はい、あ、おはようございます。おはよう。私が一番。遅く起きました。では起きましょう。おはよう。おはよう。元気そうだね。だ。ありがとう。それではですね、あの今からですね、あの娘のあのね初保育園、はい、ということですね。で子供園ハゼルというところでございます。はい、だいたい3キロ、うん、で行けるそうなんで、ではちょっと向かいましょう。ハゼルでございます。はい、すごい綺麗ですし、あの、ね、周りのすごいね公園もこんなあるんだっていう感じですね。うん、よし、大丈夫？こんなね素晴らしいところ、ではもうちょっと中に入りましょう。娘とお別れということで、
大丈夫ですかね、うん、とりあえずちょっとこの電気自動車の、チャージ、いつもなんかチャージのこと考えてるような気がしますけど、もう100キロ切っておりますんで、一旦ちょっと道の駅で昨日はちゃんとできなかったんでチャージしようかと思います。それではチャージ中です、道の駅で、はい、まあ、助かります。野菜とか、ね、お、メークインではない山芋や朝どれ、いろいろお土産も売ってますし、いろいろ売ってますね。近くに、ね、まあ、スタバとかマクドナルドとか、まあ、そういうところはないので、まあ、コンビニはねありますけど、セイコーマートとセブンイレブンが、うん、まあ、道の駅でちょっとコーヒータイム、はい、まあ、後ろにもありますけど、ネスカフェです、はい、美味しいです、揚げ芋も美味しいです。ちょっと充電待ってたんですけどね、急速充電って言ってもあれなんですね、ほんといろいろあるんですね。全然ね、30分チャージしてもね20キロぐらいしかたまらなかったです。ちょっと原因わかんないですけど、多分これはちょっと遅すぎると思うんですけど、というのでこちらね、持ってたら普通充電もね、はい、できるんですよね。しかも無料で やれできるんですよね。というのでちょっと初めてね、今までテスラ買って普通充電っていうのを、まあ、こういった道の駅のやつを使ってみたんですけども、このアダプターはテスラで買った時にもらえるやつで、それをくっつけるだけでもできましたね。あ、これ便利ですね。ただまあ200ボルトなんでね、時間めちゃめちゃかかるというので20時間とかなんですけども、ここに置いて20時間待つのもいいと思いますし、無料なんでちょっとうまく活用したいなっていうふうに思いました。全然チャージできてないですけど帰ります。まあここでこまめにしとけば多分普通充電で多分大丈夫かなっていう感じですね。まあ一気にチャージしたいっていうのはありますけどね、ちょっとまあ電気自動車の付け方っていうのもやっぱりこう大阪だとか東京とか違ってまた変わってきます。じゃあ、まあ、とりあえず戻ります。それではですね、家の方にですね、戻ってまいりました。それでまあね、今ね、娘がですね保育園に行ってるということで、最初はちょっと見学して、娘もまだねちょこっと、まあ、知ってる単語、ね、言うぐらいなんで、まだまだね喋ってコミュニケーションっていうのはねできないんですけれども、それでもまあ他の、まあ、ちょっともうちょっとね大きい子がいたりして、ね、その子がですね娘をちょっとね気使ってくれたりとかね、そんな感じでもうずっとね不安に思ってたんですけど、なんとかね なったんで、裏からまあちょっと こっそり、まあ、抜けてきてですね、心配ではあるんですけれども、他の子と一緒にいるという感じでございます。果たしてどんな感じでしょうか、まあ、ちょっとそれはね気になるところでありますけれども、ということで我々夫婦はですね、まあ、今ね、自宅にちょっと戻ってきてという感じで、今までね必ず妻と一緒にねいるようなですね生活をですね、まあ、送っておりましたので、じゃあ我々何するのって話ですけども、一応今回のまあ厚沢部町のですね、まあ、移住に関してはですね、まあ、この間はまあテレワークとかしてね過ごしてくださいよという感じで、まあ私もねパソコンとかで使っててですね、まあなんとかテレワークっていうところもねできるんで、まあ私と妻もまあこの間にちょっと仕事をというのでですね、ちょっとこちらの、まあ、北海道でのんびりというので、子供だけじゃなくて、まあ、大人もですね、まあ、こんな感じでいつもとは違うですね生活を送れるというのでですね、今回面白そうだなというので、まあ、妻が発見して申し込んでやってきたという流れになります。普段どうしてもやっぱり娘がいると仕事がまあどうしても進まなかったりとかねすることもあるんですけれども、でこの2週間はですねちょっと気合を入れてですね、まあ私の場合はまあ動画編集とか、あとはまあメールの返事とか、まあね、その他雑務的なところですね、そういったところでちょっとね頑張っていきたいと思います。もちろんネット回線もねありますんで、はい、スピードもまあ30メガとか出ているんで問題なくできるかなっていう感じです。頑張ります。仕事もほどほどにお昼ご飯を食べに行きます。
まあ、マクドナルドとかね、そういったファーストフードは函館まで行かないとないので、まあ、ここら辺の食堂とかそういったところぜひ、でもせっかくなんでね、厚沢部町に何か縁があったと思ってちょっと利用してみたいですね。妻の運転で、妻もぜひ、あの石垣島の時にちょっとね、あの練習というのをレンタカー借りてと買ったんですけども、あの、まあ、ここはそんなにまあね、あの運転難しくないんで、ぜひちょっと運転っていうところもあの練習できればなと思っております。それではここはね、あの市内からここは長く食堂らしいです。おペイペイとかで行くんですね。いいですね、なんか昔ながらの定食屋って感じで。100年以上。お、そうだね。あ、はい。黄色いカレー、美味しい。うん。新潟のバス停の黄色いカレーは、あの前回食べ損ねたんですけど、あのここにもまた違うと思いますけど、昔はなんかカレーって黄色かったんですかね。美味しいです、うん、久々の妻と2人の食事ですけど、いつもね娘がいたんで大丈夫かなって本当に思うんですけども、どうなんでしょうかね、まあ、ちょっとそこら辺もまた先生に聞きたいところでありますけども、まあ、ちょっと初日は泣いてるんじゃないかなっていうところは思うんですけどね。ここは多分一番有名な食堂だと思います、ここの厚沢部町の、うん、一杯いただきます、うん、戻ってまいりました。あのまたあの家に、家というかまあね、こちらの北海道の家にですね、あの戻ってあのちょっとねいろいろあの仕事もありまして、まあ、はかどりますね、うん、と言いつつももうそろそろあの娘のですね、あの保育園もですね、まあ、4時にね終わるというのに今15時36分とかになりますんで、はい、ぼちぼちあの迎えにという感じなんですけども、まあなんかすごい本当にここの保育園は外も中もねすごかったですし、あのもう最新のっていう感じで、ちゃんとこうアプリとかでねなんかいろいろこうクラスのなんかね様子みたいなとか、あと娘に個別のなんかこう写真とかねアプリで送ってくれたりとか、本当にまあこれねわかんないですけど、他にもこういったねあのねところはあるかもしれないですけど、すごいですね。先生も書くのは大変だな、ブログみたいな感じで、ね、一人一人書いていただいてると思いますので、いやーすごいですね。ぼちぼちまた迎えに行きたいと思います。でも写真見る限りはあのすごい楽しそうにしてるみたいなんで、うん、よかったです、安心しました。迎えに行っております。いやいいですね。ただね結構ね肌寒くて、今6月なんですけども、半袖をメインに持ってきたんですけども、全然半袖だけじゃダメですね。あのダウンとかも人によっては必要ぐらいの気温ですね。どうだった？帰ろうか、家に。よし、じゃあ泣いてなくてよかった。よし、はいはい。Mm-hmm.
ただいま。無事娘も初めての、保育園留学入学で終わりまして、また戻ってまいりました。晩ご飯待ちという感じなんですけども、どうだった？楽しかった保育園今ちょっとあれですけどもね、終わった直後は全然泣くとかね、そんなことはなくてね、まあね、ちょっとな、ね、先生の話聞いたら、ね、やっぱり泣いてる時もあったということだったんですけども、まあ、比較的にですね、楽しく、やってたみたいで、私もですね、非常にですね、人とのコミュニケーションで、苦労してる人間なんで、全然ね、アドバイスなんてはできないんですけれども、まあ、大切だと思うんで、ぜひ、なんかいろいろね、いいきっかけになれればな、というふうに思ってます。それでね、保育園留学のね、人はもっといるのかなと思ったら、ほとんどはもう留学ではなくて、現地から通ってる、みたいですね。留学は、まあ、通任、受け入れてるみたいな感じみたいで、私の娘のクラスも、今は娘だけだと思います。ね、親切にしていただいて、先生にね、いや、本当にね、感謝しかないですね。というので、ここでですね、ちょっとね、値段のお話をですね、今更ながらちょっとしておこうと思うんですけど、今回の、2週間滞在で、住む費用とか、あとは、保育園の、利用料とか含めて、一応17万円なんですよね。いろいろね、サポートがあっての、このね、金額だと思いますけど、いや、本当にもうね、感謝しかないですね。ただ、今日はめちゃめちゃ寒くてね。寒い。どうした？よし、じゃあ、かけっこしようか。晩は対ファイターズナットいただきます。自分で食べたい。今ですね、夜でございまして、もう娘と妻はですね、寝ております。今日ですね、初めて娘が、保育園に行ったということで、いや特にね、問題なくね、過ごしてくれたようで、良かったです。また明日以降はちょっとね、もしかしたら嫌というかもしれないんですけども、今回、2週間はですね、通って経験してもらう予定なので、頑張ってほしいですね。私たちはですね、これから2週間で2日目が終わったんですけども、2週間で結構長いなって思ったんですけど、意外ともうでもね、あっという間になんか終わりそうな感じがするんでね、アッサブ町の生活もね、本当にね、やっぱりこう、スーパーとかで売ってるものとかもだいぶ違って、目で見る風景もそうですけども、お米も美味しいですし、ね、お肉も、海産物特にね、本当に北海道でスーパーに売ってるやつもね、レベルが高いんで、ちょっと明日以降もね、いっぱい食べていこうかと。野菜とかはですね、関東のやつとか関西のやつとかも、ね、ちょこちょこあったりするんですけれども、やっぱりできるだけ北海道のものを食べてですね、なんちゃって道民ではあるんですけどもね、別に住民票を移してるわけではないんですけども、気持ちはそんな感じでちょっとね、家族3人で過ごしていこうかなというふうに思います。またね、ちょっとここで一旦動画を終わらせてですね、今後後編としてですね、ちょっとまとめてですね、毎日は撮っていこうとは思ってないんですけども、もちろんね、テレワークね、結構仕事とかもね、溜まってたりとかしますので、編集できてない動画とかね、メールで返せてないやつとか、いろいろ企画書とか出さないといけないやつとかね、ウェブ会議しないといけないやつとか、ね、あったりしますので、そういったところはですね、いつも以上にね、ちょっとさばいていこうと思いますんで、そういった、仕事をしつつですね、またちょっとね、何か気づきがあればですね、普段の動画っていうところも並行してですね、ちょっとちょこちょこ撮っていこうかなというふうに思っております。こんな感じでね、一旦動画を終わらせたいと思います。また、引き続き私のでね、アッサブ町、北海道、暮らしっていうところですね、楽しみにしていただければ幸いでございます。こんな感じで今回の動画を終わりたいと思います。無事なんとかやっていけてます3人。はい、それでは。